皆さんこんにちは、児玉遥です。今日はなんと静岡県熱海に来てます。なんで熱海に来てるの熱海に来てるのかと言いますと、児玉チャンネル登録者数が1万人突破しました。ありがとうございます。ご褒美企画ですね。そうです、今回はご褒美企画で、はい、なんと、うん、素敵な宿をご用意してくださいました。じゃ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 ん、雅の宿、はい、サンガという宿なんですけども、数々の芸能人もお忍びで来るようなすごくプレミアムな旅館らしいです。では行ってみましょう。まあすごいね、入り口からすごいですよこれ。もうね、はい、特別な部屋がお願いします。びっくりするんじゃないかな。ワンフロア全部だよ。え、一人で泊まっていいの？そう、4階ワンフロア全部。完全プライベートです。やば、え、もう私の部屋ここから全部そう。ここ、はい、お邪魔します。すごい、うーん、キッチンまでついてて、景色やばいじゃないですか、ちょっとおー、すげー、海を独り占め、すごくない？すごい、うわー、ちょっと子供ちゃん中案内して。なんと、うん、客室露天風呂もあります。このロケーションで、すごい、もう一生お風呂入れるそれから、うん、見てください、もう大バスで寝るよ布団にダイブ、できますよ。やばいね、やばい、すごくない？ゆりかご的な、そう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 。あー、もうやばい、寝ちゃうこっからの景色もすごい綺麗なんですけど、ちょっと見てみる？絵みたい。確かに一枚の絵みたいだねこれ。綺麗。まだフロアがあるんだって。そう、ここの部屋が、ね、ご飯食べるところ、いいですね、個室でプライベートが守られてる。そうなんです。しかも天井見て、天井、あれすごい、なんていうのこれは、なんかすごいよねこれ、開放感がすごいですね。部屋から直行で誰にも会わず、そう、誰にも会わずっていう、いいです。で、ここがこう一人でなんか全組める、そう、瞑想できる、ね、いたい時とかこうしていや精神統一、うん、ここで今日は一日、はい、丸一日ゆっくり子供ちゃん過ごしてください。ありがとうございます。過ごしてください。嬉しい。じゃ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 ん、いただきます。うん、おいしい。美味しそう。それ何の和菓子？うん、美味しい。うん、幸せ。はい、お風呂入ります。今回こちらのアメニティが全部ですね、木元のものを用意されてるみたいです。そしてパックもあります。では。露天風呂入りましょう。やった見てくださいよ、このロケーション最高自撮り扇風機かやな、これは。なんかね、微妙に画面が汚れてるの。なんでやろ、いけた？オッケー。
気持ちいい。これ海のロケーションが見て、すごい。いいですよね。こんな贅沢なプレゼントをもらっていいんでしょうか。幸せ。独り占め。暑い、めっちゃ暑い。ちょっと昼寝します。気持ちいい。チンパンジーベッドだってこれ。おやすみなさい。一緒、こだまちゃん、うん、くつろいでましたね。くつろいでますよ。しかも浴衣来ました。そう、用意があって、めちゃめちゃ綺麗ね。かわいいですよね。ね、いい。ちなみに今からお食事タイムです。イエーイ、夜ご飯、お腹すきました。ね、さっきほら紹介した部屋、あっち個室の、そう、はい、あっちでご飯になりますんで、イエーイ、ちょっと行っちゃいましょう。やったー、はい、わー、すごい、もう用意してある。そうです、きれい。じゃあこっからはお食事楽しんでください、はい、楽しみます。ちょっとマネージャーと僕はチェンジいたします。はい、いや素晴らしい、楽しみですね。いや、読めない漢字がたくさんある。確かに。ちょっとね、その意味これ見たら分かると思うんですけど、こんな漢字あります？たくさんなんかひらがなに直せる感じなかったんですかね。なかなかの感じですよ、これは。うまそう、すでに感じでうまそうですよ。感じで美味しそう。失礼いたします。え、なんか来ました。こちら、クリュックを。クリュックや、クリュックを取り上げさせていただきました、社長から、はい、ありがとうございます。すごい素晴らしいお酒ですかね。なかなか飲む機会ないですね。そうですね、シャンパンの帝王というありがとうございます。すごいね、出てきました。あ、これとツーショットで多分、え、あ、じゃあ持ってみたいです、クリュグを。ぜひぜひ。クリュグ来ました、クリュグ、クリュック、クリュック、はぁ、高級シャンパン1万人のお祝いということで、いただきますよ。よろしいです。おー、ありがとうございます。わー、嬉しい。キャー、よっしゃー、ありがとうございます。しております。クリュックの顔に、はい、児玉様のようにゴージャスな香りが。ゴージャス。ありがとうございます。ありがとうございます。この金縁のですね、ガラスの器に入ってございますのが翡翠琥珀寄せ。こちら手前の青い器が岩もずくですね、はい、お隣のほおずきに見立てましたトマトの蜜に、添えてございますのが紅梅煮でございまして、随気でございます。そして赤い器がこちらはですね、組湯場の上に生ウニ添えてございます。はい、こちらお隣のお肉がですね、合鴨の山椒蒸し、揚げ物がトウモロコシの新醸でございます。はい、お隣が焼きからすみ、そして最後こそで寿司に仕上げておりますのが地味のすじめにいたしました。はい、ではごゆっくり召し上がってください。ありがとうございます。はい。この時期サービスにお付けしております青梅ですね。梅、手前がですね、こちら食前酒でして、こちらは熱海梅園の梅から取れた、梅酒でございます。はい、
はい、どうぞごゆっくり召し上がってください。乾杯。おいしい、クリック1万人記念にしたらだいぶ豪華です、ね、大丈夫ですかこれ。5万人、10万人どうなっていくんでしょうかこれは。それでは皆様にも乾杯。うまっ。僕の雑音が入らないようにしないといやいやいや、皆さん、小玉さん見たいからね。お願いします。皆さん感謝ですね。そうですね、幸せでございます。1万人にとどまることなく、はい、5万人、10万人と目指しましょう。はい、見ている皆さんの協力が必要なんだ。いただきます。うめ、美味しい。めめしゅめ、いただきます。おいしい。お上品ね。うん、お上品だ。これは何だろう。カラスミって。カラスミだ。あ、はい、お魚の味する。はい。うーん、おいしい。ちょっとデートに使っていいよっていう。動画？ありがとうございます。いただきました。動画？動画です。10秒の動画です。写真やろ、今のは。1万人おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとう。上品な味。美味しい。すごい。いや、俺これね、止まんなくなるな、これ。やっぱさすがだなと思ったのが、はい、カラスミからない。はい、カラスミから。ロンベイからじゃん。ロンベイの食べ方ですね。同じの食べた方がいいかなと思って。うん、あ、カラスミ。これは、コーンのやつです。うん。うん、美味しい。全部が全部美味しいな。ね。その雰囲気もね、伴って、うん、熱海いいですね、うん、景色がいい。来る時の、うん、あの海岸沿いのやつめっちゃ良かったですよね。ね、超綺麗でしたね。初めて来ましたけど、あと波が穏やかで、なんかすごいいい気持ちになる、うん、これみんなぜひね、お時間ある方来ていただいた方がいい気がします。熱海ドライブするだけでもね、うん、気分晴れますよね。いいと思った。これファンの人びっくりするんじゃない？あれって YouTube にどんなバッグついてるみたいな思うです。スタッフの方がね、そうなんです、顔が広くて、青汁ヒルズといい、うん、めっちゃ飲みやすいですね。シャンパンって飲みやすいけどアルコール高いんですか？え、アルコールはそんなじゃないですか。あ、そんな10とか12とか、うん、あ、12.5。ああ、普通のマリンぐらいか。飲みやすい。9月怒涛なんで。そうなんですよ、ね、まだ始まったばっかりですけど。そう、みんなこれいつアップされるか分からんちゃけど、9月ほぼ休みないぐらい仕事入ってますよね、うん、嬉しい。9月ちょっと大変ですね。ね、だってもうほんと本当に2週間連続ずっと仕事みたいなレベルですね、体感的には。移動もあるし、地方行って、うん、嬉しい、なんか売れっ子みたいね。え、9月なんか売れっ子みたいな仕事じゃないですか。9月大変です ね、 ね、今年なんか上半期ちょっと大丈夫かなって感じだったじゃないですか、仕事の入り具合が。うん、前半だから、そう、3月ぐらいの時点で、うん、来年の仕事言ってもそんな決まってないよねみたいなところからスタートして、うん、そうそう、おやおやみたいなね。そうそうそう、フラガールが決まり、うん、そっからの勢いがすごかった。そう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 、 YouTube 始めて、確かに、で、なんか、え、もう9月じゃんみたいな感じ、うん、そう、だから前半の不安が全く解消された、うん、よかった、うん、気づいたら。そうなんです、芸能界って大変なんですよ、そのソロで活動するってなるとね、アイドルの時みたいにこうコンスタントに CD 出すとかでもないし、うん、定期的にやる仕事みたいなのが絶対の保証がないんですもんね、うん、決まったら出る、まとまって作品を撮るみたいなスタイルになるから、
ね、レギュラー番組とかある人は定期的な収入もあるし、そうですね、仕事もあるし、うん、ですけどそうじゃなかったら、うん、あれ来月1日も仕事ないのみたいな、うん、ありますよね、うん、だけどその次の月は休み1日もないみたいな、ね、極端なんですよね、極端、頑張る頑張らないみたいな、見てる人には届かないけど、うん、そのオーディションを実は結構受けてたりとか、そうそうそうなんですよ、芸能の仕事っていうのは難しいですよね、特殊ですよね、ちょっとね、特殊、それと違うからちょっと受け身な部分もあるし、自分から行動して取れるお仕事もあるしみたいな、確かにですね、 YouTube とか自己発信じゃないですか、うん、だけどドラマとか映画とかって向こうからオファーがかかったりとか、まあ、オーディションで選ばれたりだから、うん、今のインフルエンサーの人たちって、うん、YouTuber とか Instagram もそうですけど、自分が思ったことを全部世の中に発信できるじゃないですかね、それ強いですよね、それってなんかちょっと羨ましいなと思ってて、うんうん、僕ら SNS で多分子供さんもできるけど、じゃあ本来なりわいとしてる芸能ごとの仕事って、うん、自分がどれだけやる気があって頑張ってたとしても、その第一線で、そのなんて言うんだろうな、第一段階で選ばれないと出れないみたいな、そうそうなんです、これ見てる人わかるかな、うん、私がどれだけそのみんなが思ってるような作品とかに出ようと思っても、うん、いろいろあるんですよね、うん、選ばれないと出れないから、そう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 、作ってる人にまずまあキャスティングされて初めて世に出れるみたいな、うん、そうそうそう、ポテンシャルももちろん大事だけど、結構ねそこの世界は難しいですね、難しいですね、まあ、選ばれる理由っていろいろあると思ってて、うん、まあ、ちゃんと理由がある、うん、演技がうまいとか、うん、すごい人気があるとか、はい、この人が出たら話題になるとか、うん、まあ、いろんな理由があって多分使われるんだろうけど、まず人に選ばれて出るっていうハードルがね、うん、芸能人っていうかタレントさんはハードルが高いですよね、はい、だからいつ呼ばれても大丈夫なように準備しとくっていうことが私にできることですよね、うん、確かに確かに、だって その順番待ちみたいなところがあります、うん、だって素敵な人いっぱいいるんだもん、うん、芸能人で、まあ、イストリーゲームですよね、順番待ちっていうか、実際そうです、だって枠が限られてるから、だから連ドラだって、うん、だってそこで出れる主要メンバーは決まってるし、ね、指で数えられるぐらいしかいないんじゃないですか、うん、だから25歳女性明るい、じゃあそうそうそう A ちゃんって役があったら、うん、いろんな事務所の人たちとね、全員で一緒にオーディションこの1個の椅子のイストリーゲームをね、そう、狙いにみんなでやるっていう、頑張るけど、はい、取れるか取れないかって感じなんです、私はそこに絡めるように今、うん、準備してて、うん、だから YouTube とかの自己発信は自由にできるから頑張ってるんですね、うんうん、そんな感じなんです、 YouTube って本当にやりたいと思ったことが何のフィルターも通さずにまっすぐ届けれるじゃないですか、うん、だから今回のこの高級旅館に、はい、お邪魔させていただいたのも、うん、スタッフさんのつてで、うん、じゃあせっかくの1万人記念なので行きましょうって言ったら、うん、じゃあスケジュール決めて来て撮って、うん、で発信できるじゃないですか、ね、それってなんかすごいいいことですよね、いいことですよね、芸能の仕事はなかなかしがらみとハードルがあるこれは勉強になると思う、みんな芸能界目指してる人も、うん、そう、そうだけどこうやって YouTube で見てくれてるみんながいるから、ちょっとねいつかちゃんと地上波の連ドラとか主要メンバーになれるようにね頑張りたいですよね、うん、って思って頑張ってます、目標ですね、まだ3年目ですから女優になって、こっからですよ、あれグループ卒業して、うん、まあ3年経つじゃないですか、はい、まあぶっちゃけじゃないですけど、まあ、いろいろグループの時って制約がいろいろあったと思うんですけど、うんうん、でうちの会社って意外と緩いじゃないですか、めっちゃ緩い適当というよりは寛大というか、緩いというか、まあ、うん、よく週刊誌のコメントであるプライベートは本人に任せてますじゃないけど、児玉さんの裁量に任せるところ結構あるじゃないですか、うん、その昔のそのアイドル時代に比べてどうですか、3年経って料理、すいません、はい、ハモのくず打ちになっております、うん。
美味しい、幸せ。あ、そうそう、ちょっと話戻るんですけど、うん、児玉遥香のプライベートのことをもっと聞いてこいと。プライベート、奥さんにダメ出しされたわけですよ。はい。どうですか、プライベートどうですか。当時って福岡ずっと住んでるわけじゃないですか。東京で一人暮らし今してるわけじゃないですか。まあなんか自由に友達と遊んだり、卒業してから一人暮らし始めた。そう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 、東京でその親元を離れてる暮らし、まあ、自由に友達と遊びに行けるし、なんかもう時間の制約もないし、うんうん、アイドルはね、いろいろ制約あっただろうから、うん、でも寂しいなって感じることめっちゃありますよ、やっぱり。考えてみたんですけど、うん、私お母さんもずっと専業主婦で、ちっちゃい頃から帰ったらずっとお母さんいたんですよ。3人兄弟だし、22、3ぐらいまで実家にいたわけじゃないですか、うん、はい、でポンって東京で一人暮らしするってなると一人に慣れてないから急に孤独とか寂しいって感じることめっちゃあります。家に帰ったら、そう、現場に行ったら、うん、藤崎さんいたり、うん、メイクさん、衣装さん、カメラマン、プロデューサーさんとかいて、みんなでワイワイ、なんかみんなが助け合って活動してる感じ、うん、でアイドルの時もそうだったじゃないですか、うん、メンバーがいっぱいいて、スタッフがいてみたいな、なんかそれに慣れてるから、うん、帰った時の孤独感がめっちゃ強いです、うん、なるほど。そう、寂しいみたいな。そういう時何やってるんですか、家で。ずっと編集してるんですか。あ、 YouTube 頑張ったり、でもお母さんに電話したりとか。あ、なるほどね。親友にいきなり電話したりとか、結構電話まですすぐ電話しちゃう、寂しくなったら。なるほどね。結構長電話するんですか、じゃあ。好きですね。へー、そんな一人で強く生きてるとまではまだ言い切れないです。なんか、あ、一個聞きたかったんですけど、はい、ドラマとか舞台の現場って、はい、僕、そんな行かない、行かないとか、うんうん、小川さんに任せて、はい、撮影してる時もそうだし、稽古の時も、お一人で行ってもらうじゃないですか。うん、なんか、共演者の人とかと、もう1ヶ月とか、ずっと一緒にいたりするじゃないですか。うん、この人いいなとか、思ったりとか、逆に言うと、なんかすごく、くどかれたりとかじゃないけど、そういうことってあったりするんですか。面白。なんか、多分ね、疑問です。知りたいんですかね、見てる人。知らないですか。僕なんか小学校の時にテレビ番組見てて、歌番組でなんか番号渡すとかっていうの聞いて、うん、芸能界すげえって思ってたんですけど、今ってあるんですか、そのドラマの現場とか舞台の現場とか共演者から。さすがにない。ないです、ないです。あんまり、まあみんなそこは仕事として来てるから。そう、なんか元アイドルって感じなのか、みんなすごいガードがかくたい人みたいに思われてます。ああ、私がね、恋愛禁止のイメージが強すぎて、うん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 、なんか連絡先聞くのも恐れ多いみたいな。あ、じゃああんまり聞かれないってことなんですか。聞かれないです。なるほど。そう、だからなおさら出会いなくて家帰って寂しくなっちゃうみたいな。そうそう、なおさら距離感超で、こっちもめっちゃ人見知りだから喋んない終わり。まあ、今コロナの時期だからあれですけど、はい、ご飯食べに行こうみたいな、みんなでみたいな、うん、懇親会みたいなの結構あったりするんですか。うん、最近ないですよね、やっぱ時期的にっていうか、うん、でもなんか私覗いては行ってらしてるらしいんですけどね。あ、私は入ってないってことですか。私いつもハブられてるらしいです。気使われてる、めっちゃ悲しい。なるほど。児玉遥香さんの意外なところって、うん、これスタッフから見て結構全部喋ってくれるじゃないですか。そうですかね、うん、でも石崎さんはめっちゃ喋ってるかも、うん、だから、なんか全部知ってるんですけど、あの、すごいちゃんとしてるなって思ってます。お仕事が一番で、うん。で、次に出てくるのが、これ全然あの、動画撮ってからじゃないんですけど、そのファンの人のこととか、うん、すごいちゃんとしてるなと思います。でも、あれ、これだとまだ、もうちょっと聞いてこいって多分言われるんだ。結構聞いてるよ。今日が9月の3日だった。あ、26歳欲しいもんないんですか、うん、?26歳欲しいもの、あれ毎年会社からのプレゼントで、去年は、はい、ボムベーカリーのめっちゃ最新の、はい、お渡ししたと思うんですけど、今年はもうちょっとなんか欲しいものをちゃんとお渡しした方がいいなと思って、事前に聞こうと思って。そんなの9月といえば毎年発表されるあれじゃないですか、アップル最新スマホですよ。あ、14中発表されるよね。ちょっと並ぶしかないですね。じゃあ、はい、これ仕上がるな。だいぶ iPhone か。ちょっと会社の上司に言っときます。優しい。 ADX なんかすごいなと思うのが、
ファンの方からいろいろなんかお手紙とかいただくじゃないですか、うん、気持ちが熱いなと思う話なんですけど、うん、マネージャーさんへって手紙をもらうんですよ。ファンのある方から、うん、この間もいただいて、その客観的なダメ出しをすごくいただくんですよ。これがこうできてませんよ、こうした方がいいんじゃないですか、うん、こうした方がいいんじゃないですか、でファンの間でもこういう話になってました、でももう本当おっしゃる通りで、そうなんですね。そうそうそう、なんかご意見をすごくいただいて、うん、僕らその目の前で仕事してるから、そのどっちかというと毎日追われてるような感じ、うん、できてないこともたくさんあったりとか、見落としてたこともたくさんあったりするんですけど、もう本当にごもっともですみたいな、もう改善しますみたいなもうちょっと頑張んないとなみたいな、うん、なんか思うところがね、つい最近もあったんですよ。これはすごい大迫力。立てみるわ、プリプリ見える、おいしい。やばい、まだ半分までこの到達した。うん、すごいな。こっから贅沢コース、おエステタイムですよ。やったー、いいんですか、エステまで受けて。ここの部屋入ってください。行きますよ。はい、行きましょう。すごーい。今日はハグピーリングを。わあ、嬉しい。ピーリングやってみたかったです。ずっとカピカに肌を仕上げてもらいます。くれるそうです。じゃあ、じゃあ最初ビフォーしたら取っとかないかんじゃないですか。そうやね、これや。いや、本当に上質な時間でございますね。まさかエステまでプレゼントしていただけるとは。もうこの時はですね、クリュックが全身に回りまして、もうガチで寝ております。海、山、空の絶景に、美味しいご飯に、露天風呂、そしてエステもあってね、たっぷり癒されました。のぞみさん、ちょっと横練習しようって言って、はい、これさんがもうお店からサプライズケーキ、すごい。子供ちゃんサプライズですよ、サプライズ。あと大好きな日本酒も用意してくれてます。あれずっと持ってるじゃん。じゃん。おー、びっくりした。びっくりした。ずっと持ってると思って。子供ちゃん、よく見て。お誕生日おめでとうございます。これね、これまさかなんだけど、うん、俺らからじゃないんだよこれ。どういうこと。あのね、旅館の方が児玉ちゃんのプロフィールを確認してくれて、まさか誕生日が近いんでってことで、嬉しい。旅館からサプライズで一番乗りですよ。そう、もう好きな日本酒から、ケーキから、ハイボールから、ハイボールから、最高。イエーイ、誕生日パーティーじゃないですか今日は。そう、早く。しかもなんか顔ちっちゃくなったね。なりました。しかもこのツヤ、わかる、ツヤすごい、ね、いいやん、すごい。じゃあちょっと、ありがとうございます。ね、これ写真も撮らないと。そう、写真撮らないとね、はい。おはようございます。今から朝ごはん食べに行きます。こういうなんか旅館の朝ごはん大好きなんです。いただきます。ということで、1万人記念ご褒美宿、これにて終了でございます。ご褒美宿で癒されたことですし、これからのお仕事も YouTube の編集も頑張ります。それでは今回の動画が良かったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、この宿が気になったって方は下に詳細貼っておくので、ぜひそちらからチェックしてください。バイバーイ。
今回の動画も見ていただきありがとうございました。非常にゆるくてですね、ホームビデオのような動画になってしまいましたけども、楽しんでいただけましたでしょうか。そしてね、私児玉遥か26歳となりました。たくさんのお祝いありがとうございます。26歳も女優業を中心に頑張っていきますし、 YouTube とともにたくさん楽しい思い出を作っていきたいです。それからなんとこの度写真集の発売が決定しました。パチ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 。そちらもぜひチェックしてください。また会いましょう。